真ん中水曜日、時刻は午後11時になりました。こんばんは、ホワイドルの浦谷春菜です。やっほー。あ、 BG がないと寂しいですね一人だからなおさらはい、ということで、じゃあまずはですね、すごいなんか記者会見みたいに無音だから一人だし、見てわかる通り今日はちょっと一人で配信させていただいております。相方の千春がですね、ちょっと諸事情により今日は出てこれないので配信は一人でやらせていただくんですけど、決してね、体調悪いとかインフルエンザって思ってる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、そういうのじゃなくて全然本当にちょっと諸事情によって出られないんですけれども、その辺の細かいことはあんまり詮索しないで、本人とかにね、この特典会とかであんまり詮索しないでほしいなと思います。とりあえずまあちょっと事情があって今日は出られないので、私一人でショールーム頑張りたいと思います。多分史上初じゃないですか、ショールーム一人。すごいなんか寂しい、なんかテーブルも真ん中に座っててさ、めっちゃ寂しいね。皆さん来てますかね。承知しただってね、本当にちょっとあまりなんかどうしたのこの間のショールームとか、あんまり本人には聞かないでください、お願いします。そう、今日はでも一人でも盛り上げれるように頑張っていきますんで、あとね、ニッパーもいるんでね、ニッパー、はい、ニッパーと二人で頑張っていきたいなと思います。はい、じゃあまずはですね、ちょっと自己紹介簡単にさせていただくんですけど、いつもは相方で千春と二人組で活動してます、ホワイドルっていうグループなんですけど、北海道出身で今は上京して関東を中心に活動している二人組のオーガニックガールズユニットです。はい、ということで、いつもね、毎週水曜日のこの23時から1時間生配信でこのフォアドリに恋なのさという番組をお届けしてるんですけれども、カメラが2台ありまして、まずセンターがショールームとなってます。基本的にコメントを読んだりとか、ギフト投げてくださった方の紹介をしたりとか、あとは最後にランキング10位以内に入ってくださった方はお名前を呼んだりとかしております。はい、あとアンケート機能とかもね、使えることがありますので、まあ、今日は多分使わないんですけど、使う機会があったらショールームのアンケート機能を使って配信しております。そしてこちらペリスコープのカメラになります。こちらは基本的にアーカイブ用として一緒に同時に、ね、配信進めてるんですけど、この後すぐにツイッターからアーカイブとしてすぐに見れるよっていう感じで、両方どちらのカメラも見て配信をしていきたいなと思います。こんな感じですかね。今日もピルクル、今日ね、違います、ドールのオレンジジュース。一人で説明だから慣れてたくて伝わない。いや、そうなんですよ。なんかさっきね、ラジオのお仕事もちょっと行かせてもらって一人で喋ってたんですけど、なんか一人だとなんか間の感じが違うんですよ。わかります？いつもの感覚と違うから、ちょっと違うんですよ。なんか変な感じする。フォローがないね。そう、愛の手というかさ、相槌とか入れてくれる人がいないじゃないですか。ソロアイドルの人すごいですね、本当に。ゆうかちゃんとかマジで尊敬する。もう、ツッコミ合ってほしいね。そうなのさ、一人でボケて一人でツッコむしかないじゃないですか、一人だと。しんどい。場面に余白が多い。そう、一人だから。ちょっとやってみて、やだ。そう、そのうちやります。いつも心で味付けてる、ありがとうございます。今日は本当にちょっとコメントが頼りなんで、私コメントを読みながらみんなと会話していこうと思いますんで、いっぱいコメント書いてね、今日はみんなお願いします。はるなちゃん、ありがとう。あ、そっか、遅れてきた人いるからわかんないね。ちはるん、ちょっと諸事情でお休み中です。体調は元気なので、はい。なんかさっきね、ツイッターでお休みしますっていうやつになんか大丈夫とかってコメントしてる人いたと思うんですけど、本当に元気なんで本人は心配しないでください。テロップ出してみたら、チャラお休み中。はい、ということで、じゃあね、今週も1時間私と一緒にお付き合いいただければなと思います。では1週間の振り返りいきましょうか。これいつも千春読んでるからさ、この時間結構カメラで遊んでたんだけど、今日は全部自分でやんなきゃいけないんだね。大変だ。まずはですね、今週1週間ホワイドルが何してたのかと言いますと、1月の11日は、新生堂サンシャインシティアルタ店さんでリリースイベントを行
行ってました。で12日はヴィレッジヴァンガード渋谷本店さんでリリースイベントで、1月の14日がバスツアーに行ってました。楽しかったね。はい。そして15日なんですけども、これは HMV 空池袋店さんでリリースイベントをさせていただいてました。今週は4つかなね。はい。ですね、まあ、本格的にリリーベが始まった週なんですけれども、くださった皆さんありがとうございます。私ヴィレッジヴァンガードであの後結局気になってる本があるって話をしてたんですけど、あの小説を買いまして、今寝る前とかにちょっとずつ読んで読み進めてるところです。でもまあちょっとダークな本なんで、いずれ読み終わったら生メール取ってくれてる人にだけ教えようかなと思ってます。はい。あとは昨日エソラで、おとといですね、エソラ池袋でリリースイベントさせていただきました。今回ね、あのピンクのさ HMV のポロシャツを着させてもらったんですけど、あの今回の衣装がさ HMV カラーなんですよ。ピンクと黒の縞模様とかで、だからなんかすごい何の違和感もなく馴染んだ。写真載せたんですけど見てくれましたかね。HMV のポロシャツ好きだから毎回着れるの楽しみにしてるんですけど、今回も着させてもらえて嬉しかったです。たまに2人でやるのも MC の訓練になるね。確かに可愛かった。チャール風邪じゃないですよ、元気です。全然元気で、バスツアーなんですけど、今回は千葉に行かせてもらいました。楽しかったね。バスツアーどうでした？皆さん参加してくれた、みんな参加してない方もあのブログをね書いたんで読んでくれたのかなと思うんですけど、今回千葉に行ってきて、まず1箇所目が何でしたっけ、南房、あれ何て言うんだっけ、南房道楽園、ご飯食べたとこって何だっけ、南房道楽園、あれ違う、南房じゃなかったっけ、南房総、南房総道楽園っていうところでね、あのピーナッツのつかみ取りとかビワのゼリーのつかみ取りとかしたんですけど、あ、海ほたるね、海ほたるは1箇所目に入るんですか、あれパーキングエリアだと思ってたんですけど私クジラコロッケが有名だってチャーリーが言ってて、なんか食べてる人もいたんですけど、クジラコロッケどうでした？美味しかったですか？あ、一口だけ食べたんだ、春菜、そうだ、ちょっとクジラの味したちょっとだけ、いや普通のコロッケっぽかったですよね、結構意外とちょっとだけクジラで、海ほたるで1回目のチェキ撮影とかやって、その後その南房総道楽園っていうところで最初ね、つかみ取りやったんですよ、ピーナッツとビワゼリー。ピーナッツよりもビワゼリーの方が大変で、なんか手入れる穴がこれぐらいしかないんですよ。だからいっぱい取るとこの横幅がね大きくなっちゃって出なくて、あのなんか欲張る人ほど出せないみたいな、なんか誰かさ、あの段ボールすごい壊しそうになってる人いて、なんかお姉さんとかも段ボール浮かないようにすごい押さえてたけど、なんか無理やり取ろうとするからすごい段ボール浮いてて、なんかお姉さん途中でなんかこういう顔してた、途中から笑い出してみたいな。でもあれ結局一番多かった人が何個でしたっけ、 11個取れて、ビワゼリー美味しかったですね。私も6個でしたよ。よっちゃんさん、あと3名目さん一緒だね。5個、マネージャー5個だったらしいです、男性で。女子マネージャー6個、メンバーの中では一番低いですね。じゃあ千春が一番多かった7個だったんですね。そうそう、腕を出す穴が強敵だよね。そうそうそう、ここがねちっちゃくて、男性特に大変よね。ここカスケットが可愛かった。あ、帽子か。ビワゼリー10個だったね。10個取れたらすごいよね。11個の方にはあの最高得点でこうお土産をお渡ししまして、カップラーメンね食べました。カップラーメン美味しかったのかな、すごい美味しそうだった。でその後落花生のつかみ取りしたんですけど、それも一番多かった方にあのカップラーメンお渡しして、でその後ね野菜の詰め放題やったんですけど、なんかあの大体詰め放題の袋って伸びるようになってる袋多いじゃないですか。全然伸びなかったですよね。あの切れるタイプ、伸ばすとのあの袋に頑張っていっぱい詰めたんですけど、なんかこうやっぱ女子はさ
たぬき工事の現金つかみ取り、あああったね、つかみ取り、現金つかみ取りあるんですよ。いつだっけ、なんか毎年やってて、なんか1万円、あ、1万円だよね、違うかな、1000円、え、小銭だっけ1万円ではないか、でも現金つかみ取り確かにやってた。なんか私あんまやった記憶ないんですけど、よくあの、ね、広告じゃないけど出てる時期になると、はい、という感じでね、野菜の詰め放題もあの上手に詰めれた人にお土産渡したりとかして、あと海鮮食べ放題ですかね、海鮮の食べ放題、私海鮮苦手なんですけど、ホタテを克服しました。え、めでたくないですか、ホタテ食べれなかったんですよ私、焼いてあっても食べれなかった、苦手だったんですよホタテ、克服しました、イエーイ盛り上がんない、牡蠣？牡蠣食べないです、牡蠣苦手で今回はちょっとチャレンジできなかったけど、ホタテは克服しました。でもサザエも食べてない、私だから酢飯とガリと、あとあのウインナーとか食べてました鶏肉とか、そうみんなが海鮮を一緒に食べてる中、でもなんかみんなすごい美味しそうに食べてて、お酒とかもね飲んでほろ酔いで、すごい楽しそうだったんで良かったかなと思います。お腹いっぱいになったしね。私その後のいちご狩りの方がすごいテンション上がっちゃって、安田いちご園さんっていうところでいちご狩りさせてもらったんですけど、なんかちゃんと練乳ついてくるんですよ。で、なんだっけ、紅ほっぺともう一個種類があって、品種が2種類食べれたんですけど、紅ほっぺがまあ美味しくて、なんかちっちゃい方が甘くて美味しいんだよって教えてもらうんですけど、やっぱ大きいの見るとテンション上がっちゃって、大きいのばっか食べてました。ずっといちご狩りの写真もインスタグラムにアップしたんで、よかったら見てください。はい、最後のドイツ村のイルミネーションはまあ寒かったですね、とりあえず。でもすごい綺麗だった、あんなに床にイルミネーション敷き詰めてるとこなくないですか、すごい綺麗だった。何個ぐらいあるんですかね、電球都内最大ぐらいありそうじゃないですか。なんかよみうりランドのイルミネーションもゆいかちゃんと去年かな見に行ったんですけど、そこもすごかったけど、やっぱ敷地面積が違うじゃないですか、ドイツ村だと。でもドイツ村すごい広いし、なんかありとあらゆるスペースに電飾が敷かれてたからすごかった。そこでみんなとチェキ撮影とかして、鼻水垂らしながらね思い出になってたらいいなと思います。イルミネーション初めて綺麗だと思います。ああ、春菜はね、イルミネーションね、見てあんまりテンション上がるタイプじゃなかったんですよ。なんか、今回のはすごいテンション上がった。シャボン玉ね、やばかったよね、あれ。シャボン玉みたいな、泡みたいなの飛んでて、白い、でっかめの。あれを潰すと、すごいいい匂いがする、なんか仕掛けになってて、なんか、それが幻想的でファンタジーみたいです。すごい綺麗です。300万球だって。ドイツ村300万球だって、300万だよ、すごい。歯ごたえがちょうどいいイチゴ。イルミネーションの白鳥が可愛かった。あーね、あれ可愛かったね、白鳥ね。あ、白鳥じゃないか、カモかなんかの方はね、ブログに載せました。なんか私ブログ更新したんですけど、15枚しか写真載せれないんですよ、アメブロ。だからもっと写真載せたいのいっぱいあったんですけど、なんか厳選してあれになりました。まだ読んでない方よかったら写真載せてあるんで見てください。載せれなかった写真は今後どっかで載せていこうかな。あ、待って、ホードルの現場もそんなの光の海になったら、そんな光の海になったらいいな。あ、サイリウムでね、300万人サイリウム、ドイツ村超えたいね、500万人ぐらい行きたいね。はぁ、でもさ、うちの現場ってさ、なんかサイリウム全員が全員持つわけじゃないですか。だからホールコンとか、ホールコンじゃないな、ドームクラスになって全員にサイリウム持ってもらえたらドイツ村超えれるかもね超えたいか感じでね、バスツアーすごい楽しかったです。今回ね、参加できなかった方も多分ね、参加すればよかったなって後悔するぐらい今回すごい楽しかったんですよ。前回の沖縄とかもすごい楽しかったけど、だから
今回参加しなくて後悔した方は次回の開催の時はぜひバスツアー参加してください。一日中いる一緒にいる機会なんて、ま、なかなかないですよね。なんでみんなでいろんなことを話しながらまたいろんな場所行きましょう。次どこがいいですかね。今回千葉だったじゃないですか。前回沖縄でしょ。北海道も行ったし、ディズニーランドどこがいいですかみんな。私ですか。どこだろう。四国とか行ったことないから行ってみたい。微妙石川県の方とかも行ったことないから行ってみたい。熊本の海岸は行かないです熊本の海岸は行かない。え、どこがいいですか。石川が、カニがあるんだ。カニ食べたい。熱海で宿泊温泉だって。あー温泉いいね。あ、テツトがいる四国って書いてるテツトありがとうございます。石田さん、瀬戸大橋、あのさ、なんか徳島かどっかさ、あれだよね、その橋から見るとさ渦潮が見えるんだよね。あれ見てみたいんですよ私。ナルト、ナルトの渦潮。あーそうそう、こういうの見たいんですよね。温泉だと一緒に入れない。あ、そうだね、確かに。私女性ファンの参加の時に一緒に入るかもちょっと悩みますよね。どうするんですかね、アイドルだとだってねえ、それはちょっと温泉だとそう一緒に入れないでしょ多分。みんなで部屋、あ、部屋の風呂、私たちですか、部屋風呂でみんなは温泉楽しんでもらって。婚浴あかんのか、当たり前でしょ、婚浴はダメでしょなんか今さ知ってます、特典で婚浴やってるグループいるのすごいですよね。行きたいんですかみんな、婚浴あったら温水プールとか。あー確かに、神さんが喜んでるだってマジかよ足、あ、そっか足湯いいね、みんなで足湯しようよ。そういえばあれですよ、海ほたるにも足湯あったよね。海ほたるにも足湯があった。それはもちろん行きたいで正直婚浴そこ行くわだって砂風呂いいかも。砂風呂いいね。どうですか、マジでいやいや釣られないよ婚浴。さすがにね、なんかアイドルにそういうの求めてなさそうみんな。婚浴だったら知らない人がたくさん来そう母ちゃん足臭いの、臭くないですよ足水虫のお宅は禁止な。え、みんなで足湯しましょうよ、足湯ツアー全国の足湯を巡るツアー面白くないか。ん、え、みんなどこ行きたいですか本当に、もし次あるなら。あ、ドクターフィッシュやりたい。水虫、沖縄、函館リベンジ。函館も行きたいね、確かに。厳島神社、伊勢神宮。え、それってどこでしたっけ県。あ、広島か。春に入って、あ、青森もいいね、確かに。修学旅行で行ったよ、青森。広島と三重。あ、じゃああっちの関西の方ですか。名古屋、釧路、釧路、根室、また行きたい、来てほしい。名古屋から大阪、下の方。あー確かに、あっちの方はバスツアーで確かに行ったことないかも。あ、長崎もいいね。あ、台湾ね。海外のバスツアーとか確かにテンション上がりそうでも今度台湾行くからすごい楽しみ。もうすぐですよね、2月の何日からだっけ、4日から、4日からだっけ。台湾2月の4日じゃない、10からでした。サトランド、サトランド知らないでしょみんな。北海道の札幌にあるバーベキューとかできる。海外なら絶対香港。あー、上野動物園にシャンシャンを見に行きたい。
え、でもバスツアーじゃなくても行けるよね。台湾で何かをやってほしいまで。あー、なるほどね。台湾みんな何日から行くんですか。何日から何日で撮ったの、台湾はみんな。もう飛行機撮ったんだよ、きっと。2月10日航空券取れなかった。あ、そうなんだ。10日から12日にしたいよ。だって台湾一緒に来てくれる人は何日に撮ったんだろう。香港ディズニーあるね、確かに。僕前乗りします。小葉さん何日から撮ったの。急には早朝に帰るけど、あえて路線バス。あ、路線バスいいね。路線バスだと満員になった時みんな乗れないね。仕事になっちゃった。うわー残念。台湾さ、すごい棒餃子が美味しかったとこがあって、そこに行きたいんだけど、お店の名前覚えてないしね、写真も残ってなかったんですよ。閉店10分前ぐらいに書き込んだから、写真撮ってる余裕もなくて、結局あそこどこのお店か分かんなかったのに。いいんですか。9から12で狙ってるけど、どれどそけど、それでももう難航してる。そうなんだ。海外だったらグアムとかハワイがいいかな。理由、銃の実弾射撃ができるから。おっかないまあでもまたバスツアーやりたいですね、みんなで。ちょっと次は行き先どこにしようか考えますね、2人で。どこがいいかな、千春にも聞いてみよう。なんで次回会った時はぜひ参加してください。ハードルのバスツアーは本当に楽しんで、ぜひとも一緒にバスツアー行きましょう。どっか、はい、感じで。じゃあ今週の1週間こんな感じですかね。じゃあギフト来てますか。ラスベガス行きたい。今日のコメントの量すごい。あ、ツイッター先にやります。じゃあツイッターの拡散タイムやります。いやなんか今日は一人だから寂しいな、本当に。もう一個肩に乗せとこうかな。写真撮ろう。じゃあ今から私がツイッター拡散タイムでツイートするので、皆さんにツイートしてください。本当ソロアイドルの人大変だよね、こうやって考えたら。なんか切ない、寂しい。もうすでにこれが罰ゲームなんですけど、私次はテストがあるんで。あ、そうそうそう、あのハードルテストをね毎回恒例でやってて、バスツアーでは。今回ね結構ね赤点の人いましたよ、いっぱい。なんか 1,2 点が基本的に赤点かなと思ってるんだけどね、結構赤点者いましたね。紹介したいと思います。アメちゃん犬10 人
一人でやるとこれワン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 4ワン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 メタボットさん犬ワンバンチャーさん犬4ワン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 ゴーさん犬10ワン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 花束10よっちゃんあと3代目さん犬ワンお花畑さん犬10ワン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 ハノーさん犬ワン長崎のピンさん花束五代さんいいね雪の何ですか星三つさん犬ワンありがとうございます。寂しいはい、じゃあですね、今日のコーナー用意してきたんで早速やっていきたいなと思います。お年玉付き年賀はがき歴代の商品を調べてみた、はい、ということでね、もう1月17日ですが、皆さん今年は年賀状とか書きましたか？私はですね、中学校の時以来もう出してないです、年賀状。え、本当に中3で多分終わりですね。高校入ってからはもうだってメールがやっぱそういう時代だったんですよ、私たちに。でもお兄ちゃんまだ届いてましたね。なんかでももうメールだったし、高校の時は。で、中学の時の友達にも出さなくなっちゃったし、で高校卒業して私家引っ越しちゃったんで、今の家知ってる友達がいないんですよ。だからもう届かなくなった。いつも私こっちの家の住所も友達知らないから、なんか広告というか企業からの年賀状しか届かなかったです、今年は。寂しい。出す相手がいない。コアドルさんから書かれてる。そう、みんなにね書いた年賀状、みんなに書いたのが久しぶり。去年も書いたかな、確か。なんか当たってた。さあね、番号をね確認してないんですよ、まだ。お年玉付き年賀はがきをねいただいたんですけど、ファンの方から。年賀状ありがとう、年賀状嬉しかった。吉祥寺に年賀状書いて持ってく、ありがとうございますね、みんなからしかもらえない。もう郵便箱開けたらさ、嵐から年賀状届いてて、でもそれがあれよ、企業からの年賀状だった寂しい。つながりがなくなるから書いた方がいいよ、友達いなくなるよ。え、もうすぐにいないんですよ、送る友達が。もうすでにね、つながりがないから年賀状送らないんですよ。わかります？地元帰っても親友しか会う友達いないんですよ、私。個人情報保護の問題もあるしね。ああ、なるほどね。そうです。いいの？別に。年老いた時一人ぼっち。え、年賀状の文化っていつまで残ってると思います？逆に。だってもう私たち世代の子って絶対書いてないと思うんですよね。書いてます？友達に。嘘、本当に毎年？本当ですか？またまたえ、それ どこのいつの友達まで書いてるんですか？中学の友達まで。ああ、中学の友達、小学校の友達も書いてる？まだ？本当ですか？わあ、すごいですね、日本の文化。これも書いてる？本当ですか？なんでなんで？私中学校以来書いてない。来るから返すみたいなやつですか？来なくなったし書いてない。彼なんか孤独死するタイプの人だ。寂しい。俺送ったことがない。俺の周りじゃプライベートで年賀状書く人は希少種だね。小学校の友達もいるかな。来たら返す。年賀状は10枚ぐらいしか書かない。幼馴染だから3歳ぐらいだ。すごいね。年々減ってるが、なくなることはないと思う。中学の頃に返すのもやめましたよ。ほら、私、テツトと仲間ですよ。一緒一緒。
いいですよ。なんかもう親友さえいればいいんですよ。明けましておめでとうは言うし、私には千春がいるからいいんですよ。はい、という感じでね、まあ、ちょっと話長くなったんですけど、今年もお年玉付き年賀はがきの当選番号が発表されたそうです。で、今年の商品はこちらになってます。じゃじゃん。はい、1等がですね、下6桁が784640で、100万本に1本なんで、今年の当選本数は2978本となってます。で、商品名がですね、セレクトギフトで12万円相当のものが1万点の中から、商品、旅行、体験プラン等を、1万点の中から選ぶという景品か、もしくは現金10万円が1等ですね。どっちが嬉しいんですかね、みんな。でも、まあ、その1万点にもよりますよね。現金でもらえるっていうのもまたなんか時代な感じがしますよね。で、2等が、下4桁が3260の人で、1万本に1本なんで結構あります。29万7856本当たってます。こちらがですね、ふるさと小鼓などで39点の中から1点選ぶという商品だそうです。3等が下2桁で、お年玉切手シート、下2桁が27と86の方で100本に2本出る当選率で、お年玉切手シートが景品だそうです。景品？商品。はい、現金なら特典会で使えるっていう、ね、10万円で東京のリリーに行く。はい、こういう感じですね。これが2018年今年の商品一覧となっております。皆さん当たってる方いますかね。今調べてみるわ。だって本当1等が784640、2等が下4桁が3260で、3等が下2桁が27と86です。当たってる人いるかな。特典会で10万円使ったら最高だな。10万だと何ができる。すごいいっぱい。ワードルも来年はオリジナルくじ付き年賀状にしましょう。おー、いいね。ワードル版お年玉くじ付き年賀状手書きで。一等の人でかせきてる。マネージャーがすごい悪い顔した。こういう。オリジナルくじ。年賀特典会って、年賀状特典会ってあった？ないですよ。年賀状はないですよね。でもあれ、お年玉ついてましたっけ？ついてないやつか。チャリーン笑い。はい、じゃあね、今年のね、景品がこれだったんですけど、お年玉付き年賀状が始まったのはですね、昭和25年、1950年、結構昔ですね。一等婚約って、婚約じゃないよ。はい、結構昔から始まってるんですけど、どういう歴史かと言いますと、1949年、大阪で洋品雑貨の会社を営む林正治さんが、終戦直後で通信手段が十分でなかったこの時代に、せめて年賀状が復活すれば差し出しに受け取り人ともに消息が分かり合えるであろうと思いついたのがきっかけだそうです。この年賀状にお年玉くじをつければみんなが買ってくれ、さらに寄付金もつければ社会福祉にも役立つと考え、大阪の郵便局で郵政大臣への年賀状紹介状を書いてもらい、上京して郵政大臣などと面会。しかし前例がなく、当時は戦後の混乱期でもあったので一旦は却下されましたが、林さんの粘り強い交渉でその年の暮れに正式に採用されたそうです。ということで、何すごいタイミングよく止まった。怖ーい。何これかな。はい、戦後5年後ぐらいですね、始まったのが。49年なんで、あ、違う、1950年なんでね。やっぱその当時は電話とかもね、なかなかなかったですし、メールとかもましてやないじゃないですか。だからやっぱ書いて出すっていう年賀状が一番こうお互いの安否、
生存、消息が分かりやすいということで、このお年玉付きのねんねんラジオが始まったそうです。後ろ壁ってやめて、千春いるんでしょ本当は。はい、ということでですね、結構昔からあるんですね、お年玉年賀状。もうだから50年以上経ってる、70年前ぐらいですか。結構昔からある。お年玉欲しい。何、シウマイ年賀状って、シウマイが当たるんですか。シウマイ年賀状って何。チハルなら生き量でも怖くないから。はい、何シウマイ年賀状って気になる。あ、シウマイが当たるんだ。へえ、シウマイ当たるんだって。はい、じゃあですね、一等の第1回目の商品がどんなものだったのか一覧にしました。じゃん。特等がですね、ミシン。これはですね、当時のミシンは会社員の初任給が3000円から4000円という時に1万8000円という高価なものだったそうです。今のこのなんか値段で考えると約120万円相当って考えるのが、な値段なんで、当時で考えたらかなり高価なものだったんですね。これが特等としてミシンが一番上に商品としてあります。で、続いてがですね、一等、純毛洋服地。なんで多分これ地なんで多分生地だと思うんですけど、洋服の生地ですね。が一等。で、昭和を感じる商品群。そうそう、二等が学童用グローブ。手袋のことですかね。グローブって言わないね。で、三等がですね、学童用コウモリ傘。その傘ですね、黒の多分。小豚一等とか言うとしまった気があって、すごい。で、四等がハガキ入れ。まあ、もらった年賀状とか入れるんですかね。五等が便箋封筒組み合わせ。はい。で、六等が切手シートという感じで、確かに時代感じますね。今だったら絶対に景品にならなそうなものが、当時は商品になってますね。はい。これが1950年の第1回目の商品一覧となってます。はい。そしてですね、今日はこれまで69年間にわたる一等の商品一覧表をまとめてきました。一等だけを集めた一覧表です。じゃん。今年から振り返っていきます。2018年の一等はセレクトギフトまたは現金10万円。さっきのですね、現金10万円生々しい。で、2017年も現金10万。で、2016年も現金10万。なんですけど、2015年が一等が現金1万円なんですよ。だから16年から急に10倍になったんですよ、商品の金額が。びっくりじゃないですか。1万から10万ってでっかいですよね、結構。で、まあ、14年も現金1万円で、この辺からですね、テレビですね、40型液晶テレビでテレビってきて、ここで電気自転車が一等になってます。2011年ですね。でここもテレビで、この辺カメラとかですね、セット、この辺もテレビ。2007年がノートパソコン。ここ2005年が旅行です。初というかハワイ旅行。この辺から海外旅行が入ってきてます。で、洗濯乾燥機とか2004年。私個人的に欲しいなと思ったのはこの2003年にマッサージ椅子。欲しい、マッサージケア。あと2002年はまだ多分カーナビがそんなに安くなかった時代だと思うんですよ、出始めかな。だから一等でカーナビとかがあります。今だとね、割とお手軽な価格でカーナビもゲットできるようになったと思うんですけど、2002年は高価だったのかな。まだこの辺は食洗機とかですね、食器洗い乾燥機とか、電気自転車。90年代に入りました。ワイドテレビ、液晶デジタルカメラ、
MD コントっていうのがもう時代感じますね。今 MD 使ってる人いないですからね。でも私学生、中学生ぐらいの時使ってましたよ、 MD。 今も家に MD 再生できる機械あります。この辺も、まあ、テレビとかビデオカメラとかカメラ系とテレビが多いですね。あとこれ95年私の生まれた年なんですけど、1位がワープルでした。ワープル知ってますよね、みんな。私も知ってます、ギリ。昔お家にあった MD まだ使ってます。だって本当すごい。 MD まだ持ってはいるかな、使ってはいないけど知ってるよ。ワープル懐かしいね。なんかペン付きのワープルだった、うちにあったのは。で、カメラとか、ここ羽毛布団ですね。千春の生まれ年は羽毛布団でした。93年、羽毛布団も高価だったのかな当時は。で、この辺が92年から90年が海外旅行、またテレビってなってますね。旅行とテレビが多かった。はい。で、多分このお年玉年賀はがきで初めて海外旅行が景品になったのがここですね。1989年。どこだったんだろうね、海外旅行場所が。アジアなのかな、ハワイなのかな。どこだったら嬉しい。私はハワイに行きたいですね、個人的には。あとはこの辺85年とか84年は電子レンジが景品になってますね。当時は高価だったんでしょうか。今はね、割ともう5000円とかで買えちゃいますよね、電子レンジも。結構リーズナブルで。カラーテレビ、カラーテレビって書いてるから、これより前は白黒だったんですかね。まだそんなことはないそんなことはない。あとはこのラジオ付きカセットテープレコーダーとか、ラジカセですね。ラジカセが一等になってる時代もあったんですよ。そう、折りたたみ自転車とかね、気になったのね。これ77年の8ミリ撮影機と映写機セット、これちょっと今欲しい。なんかレトロな映像撮れそうじゃないですか。これで TV 撮りたいですよ、今8ミリ撮影機で逆におしゃれ今感じですかね。はい。この辺になってくるともう何のことか分かんない。35ミリ版カメラ、35ミリ版カメラって何ですか。でっかいやつ、あ、ジーってやつ。へー。電気洗濯機とか、あとタンスがね、景品になってるって言ってあったんですよ。景品って言い方おかしいか、商品。で、あとこの辺最初言ってたみたいに高価だったミシンですね、きっと。最初のがミシンで、そこからタンスまたは車へ、家具一式またはミシンとか、時代を感じますね。はい、こんな感じの歴代一等の商品一覧でした。皆さんなんか懐かしいなって思うものとかありました？8ミリホラー映画によく出てる。8ミリで撮ってみたい。ミシン授業すごい、確かに。どんだけミシン好きなんだ。まあ、当時ね、服は買うっていうよりも作るっていう方が多かった時代だからですかね、やっぱ。千春の声が聞こえる。BG。生まれてない。時代を感じる。ね、ミシンが多いね、本当に。ワープロと MD。ちょっとワープロすごい懐かしい。よく調べましたね。母ちゃんミシン使えない。あのね、ミシンね、私服飾ちょっと興味あるんですけど、ミシン使えないんですよ。ママに教えてもらおうかな。ちっちゃい頃はママがすごい私たちの服を作ってくれて、ママと春菜がお揃いで、お兄ちゃんとパパがお揃いの服とかをよく着てたんですよ。だからなんか私も将来お母さんになったらそういうことできる人になりたいなと思って。なんでアップなんですかバレてますよそういうお母さんになりたいなと思って、いつかミシンを覚えたいですね。ミシンといえばブラザー。高校の時は8ミリで映画撮った。5兆年ぶりだ。今日のカメラワーク素敵って書かれてますよナイスカメラワークミシン使える女性素敵ね。そうだよね。あのさ、踏むタイプのミシンがいいの。ここでわかります。あのミミ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 って、あの足で踏むタイプのやつ。全部ついてる。本当ですか。本当全部ついてるんだってなんかいいですよね。こう
語彙力一人だと低い、すごい。なんで二人だとポンポン言葉出てくるのに怖い。ソロ、ほんとソロやだ。足踏みミシン実写にやった。裁縫できる人さん気する。私ね、なんか人よりも不器用なんで、玉留めとか玉結びがすごい苦手だったんですよ。なんかミシン使えるようになったらすごいいろいろ作れそうでいいですね。ミシン覚えたい。ソロいいや、ありがとうございます。ご契約がいないからね。そう、あのね、私チアルといるからツッコミなんですけど、チアルいなかったら普通にボケですからね、私。ツッコんでね、みんな。二人でも高くないで語彙力。ひどい。ひどいよ。髪やつ学校にあった。そんなの嫌な気持ち。そうだね。蝶結びはできるんですか？そう、蝶々結びはね、縦にならなくてもいい。はい、ということでね、こんな感じで、お年玉付き年賀はがきの歴代の商品、発表してみました。皆さんもね、あの、今年お年玉もらった、皆さんは、お年玉もらった、お年玉のね、年賀はがき、届いた皆さんは、ぜひ、あの、裏面の住所の方ですかね、あの、お年玉の当選番号、チェックしてみて、一等とか当たってるといいですね。はい、私もちょっとファンの方から年賀はがきいただいたので、チェックしてみようと思います。ということで、以上、お年玉付き年賀はがき、歴代の商品を調べてみました、でした。ありがとうございました。おでこが綺麗、ありがとうございます。はい、じゃあ、ギフトを紹介したいと思います。花尾さん、タコ。よっちゃんと三代目さん、犬。ワン。ハネルさん、犬。ワン。マクラーレン、高田さん、犬。ワン。メタボットさん、花束。アメちゃん、タコ6。ブンさん、花束5。1、2、3、4、5、タコ。カズキさん、花束。イタオタンさん、花束。コゲルニックさん、花束10。変なのさんさん、クマ15。ガオ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 。タコさん、ゴーさん、クマアイス10、クマ、あ、クマアイス10、お花畑さん、クマ、ゆきのさん、犬、ワン、ありがとうございます。あ、BB キングさん、犬10、ワン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 。はい、ありがとうございます。ではでは、続いてのコーナーです。浦谷春菜のフリートーク。5分間フリートーク。はい、今日はですね、一人で喋るの寂しいんで2017年のね、あの、年賀はがきの私が描いたニワトリの頭が爆発したイラストが今あるんですけど、これね、これ持ってるの1名だけですから超レアですよ。東北の方が確か当たった、福島かな、当たったと思うんですけど、ニワトリって見ないで描けなくないですか？こうなりますよね。なんない？ニワトリって描きます？スプラッター。いや、こうなるでしょ、ニワトリ。ちょっとでも、私犬年じゃないですか。犬の方が簡単ですよね。去年よりは犬の方が簡単だと思う。ニワトリよりは。犬ですか？犬どうやって描けばいいんだ？額から血が出てる。モヒカン、モヒカンのり。何度見ても笑える。犬の方が簡単でしょ、きっと。2018年ね。でさ、犬ってさ、頭の形悩むよね。犬でしょ。まず鼻がね、三角。あ、もうこの時点でだいぶ犬っぽい。
メだよね。なんかさ、そうバスツアーでもね、あれですよ、なんだっけ、イラストしりとり、似顔絵しりとりか、あ、イラスト伝言ゲームだ、そう、やったんですよ。それで、犬っていうお題をね、やったんですけど、もう完全に猫でしたもんね、みんな。なんかさ、犬ってさ、こう、丸口よね。丸口の犬いるよね、こういう。ちょ、犬っぽいよ、今年。去年よりは全然いけてると思う。新年明けましておめでとうございますでしょ。え、結構うまいと思う。ほら、犬どうですか。え、ダメ犬じゃん。うちいらなかったですか。無視やん。え、って書かれてる。目が3つ。違う違う。あ、じゃあこれ消しますか。ほら、これでどう。闇を感じる。嘘。何、ちょっとした宇宙人、大型宇宙人、うん、宇宙人ですか。これ100、ほら101匹ワンちゃんって来てる。犬ですよ。ダメ。じゃあ OK、 ニッパースタイルにしてみればいいんじゃない、うん、耳をさ黒く、耳だけ黒いニッパースタイル。あ、インクが出ない。これなら犬っぽくない。どうですか、犬のおっさんかな。こっちの方が犬っぽい。占ってもらおう、心の闇。なんで闇抱えてないよ私。ホームベース。え、犬ってどんな？ちょっと調べて書いたらいけるかな。犬ってどんなですか？あ、なんか時間がない。時間切れだって。ちょっとショールームの後さ、あ、犬確かに犬。ショールームの後さ、ちゃんと調べてさ、犬書くからさ、リベンジさせてください。でももう今年年賀はがき終わっちゃったけど。あー、犬？犬だ。は女子マネージャーに負けた画力。え、ちょっと本当に後でガチで犬描く、見ながら。でもほら、これもさ、見ないで描いたニワトリだから、見たら描けるんですよ、私ちゃんとイラスト見たら描けるし。はい、ということで、え、終わり、これでフリートーク終わり。私絵描いてただけですよ。もう時間がね。はい、じゃあ以上、浦谷春乃のフリートークでした。お絵描きタイムだったね。はい、じゃあ最後ですね。最後。あれですよ、例の本なんですよ。いきます。恋なのさーで生ライブなのさー。はい、セットチェンジ。いやー、ちょっと一人寂しいんだけど、全然盛り上がんないじゃん、今日。よいしょ。ね、今日はソロなんで、ソロ曲を歌いたいなと思います。寂しい、全然テンション上がんない、どうしよう。皆さん楽しんでますか、大丈夫。ちょっとアップに見ようか。いや、すごいアップ。寄りすぎた。はい、じゃあ、今日はですね、ソロなんで、ソロ曲をお届けしたいなと思います。夏に出たホワイドールのアルバムの中から、私のソロ曲の
忘れないでという曲をお届けしたいと思います。それでは聴いてください。忘れないで。そして1月の22日、タワーレコード新宿店7階イベントスペースで21時から
1月の24日タワーレあ新制度参戦してアルタ店で18時30分からリリースイベントあります。25日以降もたくさん観覧フリーのリリースイベント都内でやってます。ぜひぜひ毎日ですね、ほとんどぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。あと地方もあります。2月の24日とタワーレコード札幌ピボ店、あと3月の3日はタワーレコード難波店にも行くので、と地方の方も楽しみにしててください。はい、そしてじゃじゃん、1月20日土曜日音頭曽我さやか×青木千春生誕、会場が新潟ロッツで、と時間が15時、会場15時半開演となってます。とこれは仲良しの新潟のねケミカルリアクションっていうグループのとさやちーとうちの千春の合同生誕祭となっておりますので、よかったら新潟の方を2人のお誕生日お祝いしに来てください。お待ちしてます。そして1月の21日と千春の25歳のアニバーサリーライブがあります。会場が六本木門戸で、時間が一部が13時開演、二部が18時開演となっていて、一部はホワイドールとしてのライブです。で、二部が千春ソロ公演となっております。なんかずっとね練習して準備してるものもありますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。そして1月の23日ホワイドールニューシングル Show Me Your Smile の発売記念イベントがあります。会場が渋谷グラッドで、と18時15分会場、19時開演となっています。とチケットがなんと入場無料ということで、ドリンク代のみで見れるイベントとなってます。普段ね、テイクコインやっているあの照明も音響もすごくいいグラッドでのフリーライブということで、まだねグラッドでのホワイドルライブ見たことない方、もしくはグラッドでのホワドルのライブの良さを知ってる方、ぜひぜひ当日はぎゅうぎゅうにしたいので遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてツーマンライブが2つ決まってます。まずは1月の30日火曜日はヒヤキスさんとのツーマンライブです。会場が渋谷グラッド、時間が18時半会場19時開演となっております。そして2月の8日同じく渋谷グラッドで寺島由布さんとのツーマンライブさせていただきます。時間も同じく18時半会場19時開演となっています。はい、あ、ここ間違いですね、ユフィーです。はい、ということでツーマンライブ2つありますので、皆さんぜひあのツーマンライブといえばコラボですね、コラボももちろん準備してお待ちしてますので、ぜひ皆さんツーマンライブ楽しみにしててください。はい、では最後にゲスト紹介します。佐々木さん、犬獣ファン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 、さきどん、くま犬4ワン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 、花束2いいね、トシアット台湾さん、犬30
グラシキ中初めてじゃないですか。ハネルくん花束。変なの三三タコ40。今日ですね。じゃあ、最後にランキングホタコ祭り。タコめっちゃ来てる。じゃあずっとタコやってますね。僕タコ、大阪ではタコ焼きとして有名だよ。母ちゃんのおすすめのタコ焼きは18番のタコ焼きだよ。ちょっと待って、これアーカイブ残るんですよね。恥ずかしい。65匹大阪来たら18番のタコ焼き食べてね。はい、ありがとうございます。ランキング発表したいと思います。じゃあ第10位から発表します。第10位はじゃん、さきろんさん、ありがとうございます。そして第9位はじゃん、かずきさん、ありがとうございます。そして第8位はじゃん、佐々木さん、ありがとうございます。そして第7位はじゃん、チェガッペさん、ありがとうございます。そして第6位はじゃん、ブンさん、ありがとうございます。そして第5位はじゃん、アメちゃん、ありがとうございます。そして第4位じゃん、トシアット台湾さん、ありがとうございます。そして第3位はじゃん、コウさん、ありがとうございます。そして第2位はじゃん、 DB キングさん、初ランクインですか、どうだろう、ありがとうございます。東京タワーありがとう。そして第1位はじゃん、変なのさおさん、ありがとうございます。お久しぶりの1位ですね、ありがとうございます。そしてランキング圏外だった皆さんも最後まで見てくれて、そしてコメントとかギフトとかたくさんありがとうございました。あ、三角さん、クマ、ありがとうございます。5ガオ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 、はい、ということで皆さん今日は初めてのはーちゃんソロ配信だったんですけれど、楽しんでもらえましたか。本当にね、ショールーム始まってもう3年ぐらい経つんですけど、3年経ちましたよね。3年ぐらい経つんですけど、ショールームほとんどお休みなくって、年末年始ぐらいしか、たまにね1回だけお休みの時とかあったんですけど、それぐらいね、あの毎回必ず2人でショールーム続けてたんで、今回本当に初めてソロ配信でちょっと緊張もしたし、なんか1人じゃ全然盛り上がんないし、コメントを拾いながらトーク展開するのも大変だったし、なんか全部やっぱ一人でやるのって大変だなってすごい実感した日だったんですけど、だからこそなんか相方の千春の大事さを実感した日でもありました。またね、来週は千春もあの一緒に配信もちろんしますし、あの本当に冒頭に言った通り今日お休みしてるんですけど、体調全然崩してないし、本当に本人は元気なんですけど、ちょっとね受賞によって出れなかった時なので、皆さんのあんまり探らないように、あのあと心配もねあんまりしないで、ぜひあのまたライブ会いに来てくれると嬉しいです。ということで今日は拙い配信ですが、最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあこれも最後一人でやるのかな。果たしてどんな企画が待っているのでしょうか。愉快なコーナー、軽快トーク、忘れちゃいけない生ライブ、早く来い来い水曜日、青木千春と
浦谷春奈がお届けするホイドルのホワドルに恋なのさでお会いしましょう。来週見てなかったらみんなにもぼっち配信してもらうぞ。あ、寂しかった。また見てね。バイバイ。